都心からアクセスしやすく、歴史と文化が融合する茨城県。その北西部に位置するのが常陸大宮市です。久慈川と中川、2つの清流に育まれた豊かな自然、爽やかな風が吹く町を訪れました。茨城県と栃木県の県境にある千年杉に守られた鳥の子山椒神社、別名福老神社。鳥の子山のご祭神は雨の日和しの命と言われる鳥の神様。大福老の中心には金運福老御柱という御柱が、苦労や悩みを叩き出し、金運福徳、開運幸福を大福老が運んでくると言われています。緑豊かな山々、久慈川に囲まれた奥久慈にお店を構えるそば道場久慈川沖縄。いただいたのは名物の山目せいろ。ありがとうございます。最高級の日立焼きそばを使った喉越し抜群のおそばに、丹念な仕込みを施した山目は絶品。常陸大宮市山形地域の茨城県指定無形文化財西の内紙は、県内唯一の手すき和紙として知られています。紙の里ですき絵を体験。手順を教わり早速挑戦。店内には和紙の風合いが柔らかな室内装飾品、雑貨、小物などの品々も。次の日は諸沢地区にある安ん場展望台へ。そこには絶景が一望できる大パノラマが広がります。常陸大宮市三好中川のほとりにあるうなぎ万景。旬の食材にこだわった上品な季節の先付けと、うなぎのかば焼きは香ばしくふっくらとした食感。穏やかなひとときを過ごせる場所がそこにはありました。旅の最終地点は常陸大宮市岩崎にある道の駅常陸大宮川プラザ。久慈川の心地よい川の音が聞こえる憩いの場です。雄大な2本の川の清流のようにゆったりとした時間が流れる茨城県常陸大宮で、心が洗われるリフレッシュ旅を。